はて、どこかで見た顔のような。ああ、あんたは。お前は。なんだ、二人は知り合いか。マリー、覚えてないの。こいつ飛行竜で私たちの邪魔した男よ。邪魔なんてしてない。いいえ、したわ。あんたのせいで私たちはね。ルーティー大喜びだな。スタンを連れてきてよかった。どこが喜んでるのよ。危ない、ルーティー。うわー、スタンス。ルーティー、大丈夫か。どうしてくれるの。あんたのせいで地面が抜けたわ。ルーティーはどこも怪我ないか。ピンピンしてるわよ。そっか、よかった。あんたね、私を助けようとしてくれた気持ちはありがたくもらっとくわ。余計なお世話だったけど。うわ、結構高いとこから落ちたな。こりゃ這い上がれそうにないぞ。リオンたちが助けに来てくれるの待つしかないか。でもまあ、ルーティーが何ともなくてよかったよ。その話はもういいってば。お金が大事なのはわかるけど、女の子なんだから体は大切にしないと。何それ。お金が大事なのはわかる。あんたに何がわかるっていうの。え、それは。大体黙って聞いてれば何。女の子なんだから体は大切にしろ。冗談じゃないわ。なんであんたにそんなこと言われなくちゃいけないの。いや、だって俺たち仲間じゃないか。仲間。仲間ね。前から思ってたんだけど、あんたって本当に世間知らずよね。だからそんな無邪気に仲間だのなんだの口にできるのよ。そうかな。要は恵まれた環境で育ってるってこと。でも私はあんたとは違う。立ってる場所が全然違うの。一括りにしないでほしいわね、ルーティー。立ってる場所が違うか。そんなこと考えたこともなかった。ルーティーはどうしてレンズハンターになったんだ。私のことはどうでもいいでしょ。あんたに関係ないわよ。この際だから聞かせてくれよ。俺前から疑問だったんだ。何が。ルーティーはお金やレンズが絡むとどんな無茶でも平気でするだろう。素直にがめついって言えば。もしかして自分の身よりもお金やレンズが大事だと思ってないか。当たり前じゃない。そんなの疑問に思うまでもないわよ。それはいくらなんでも違わないか。普通命には変えられないだろう。だからあんたは恵まれてるって言ってんの。目の前の小銭に飛びつかなくちゃ明日の生活もままならない。そんな人間が身近にいたらお金より命なんて言ってられなくなるわよ。じゃあルーティーがお金やレンズを集めてる理由ってのは。そうか、そうだったのか。ごめん、無理に聞き出したみたいで。私は別に何も言ってないわよ。だったらさ、やっぱり俺の言ったことを正しいと思うんだ。何の話よ。待ってる人がいるのならなおさら命は大切にしなくちゃ。だってルーティーの身に何かあったらその人が悲しい思いするだろ。まあ俺も偉そうなこと言えないけどさ、家族に散々心配かけてるだろうし。どうしたのよ。さっき落ちた時どうか打ったのかな。平気平気、俺体頑丈だから。あんたもしかして落ちる時私を抱えて。ああ、まあ自分だけ痛い思いして、しかも今までとぼけてたってわけ。バカ、あんたの方がよっぽど無茶じゃない。ルーティーは大切な仲間だろ。これくらい当然だよ。悪いけどこれに関して俺は譲るつもりはないから。
あんたってやつは。助け、早く来るといいな。ルーティー、ここにいたのか。みんなはもう帰った？うん、挨拶すればよかったのに。締めっぽいのは苦手なの。さて、私もそろそろ行くか。救護から報酬もせしめたし、しばらくはのんびりさせてもらうわ。もうアクセクしながらレンズを集めなくてもいいしね。ルーティーの故郷ってセインガルドのどこだっけ？クレスタって小さな町よ。ここからそう遠くないわ。そうなんだ。じゃあ今度。絶対来ちゃダメ。分かった？絶対だからね。来たら絶交するわよ。分かったよ。スタン、前に私に待ってる人がいるって話したでしょ。あれね、一人二人じゃないの。何人もいるんだ。私孤児院の出身だからさ。そうだったのか。孤児院にはチビどもが大勢いてさ、そいつらが私の稼ぎを心待ちにしてるってわけ。それでルーティーはあんなに。なんだよそれ、すごくいい話じゃないか。なんてね。え？嘘なのか？当然、そんな出来すぎた話そうそうあると思う？なんだよ、感動して損したよ。あんたは人を疑うことを少しは覚えた方がいいわ。まあそれはそれとして。やさり流すなよ。あんたとの旅悪くなかったわ。これは正真正銘本当よ。あ、うん、俺も。まあそれだけあんたが私にとって特別だってことかな。え？意識してる。あんたってつくづく単純ね。また嘘かよ。もういいよ。スタンドの、そろそろ。あ、はい。じゃあ俺もう行くから。もう会うこともないでしょうけど、元気でね。ご家族にもよろしく。ルーティーも元気で。それじゃ。ルーティー、ここにいたのか。チェルシーに悪いことしちゃった。後で謝らないとね。みんなもうんざりしてたでしょ。そんなことはない。イライラする。ねえスタン、もっと嫌になること言ってあげようか。私ね、リオンが死んだのに全然悲しくないの。むしろ腹が立って仕方ないくらい。ルーティー、いきなり弟だのなんだのそんなこと言われたって困るわよ。私にとって家族と言えるのは孤児院にいるチビどもとシスターだけ。リオンもヒューゴも関係ない。あんなやつらどうだっていいのよね。最低でしょ。いや、なんでよ。血も涙もない冷血女だって思うでしょ。思わない。どうしてよ。私はあんたみたく泣いたりすらしなかったのよ。それがどうして冷血じゃないのよ。ルーティー、無理しなくていいから。無理ですって、やめてよ。変な同情するの冗談じゃないわ。あ、そうか、これってもしかしてあいつの作戦なんじゃない？実はあいつ生きててさ、私たちのこと見て笑ってんの。ルーティー、それでいずれひょっこり顔出すのよ。ふんとか、ふんとか言ってさ。ルーティー、あの状態で助かるわけがない。ルーティーだって分かってるだろ。だったらどうしろってのよ。ねえ、どうしたらいいのよ。私どうしたらいいの。私あいつのこと大嫌いだったのよ。生意気だし、いつも威張ってたし、それに一緒にいた時間なんてごくわずかだったのに。なのになんでこんなに苦しいのよ。なんでこんなに動揺してるの。ねえスタン、教えてよ。なんでなの。ねえスタン。俺頭悪いから、こんな時
どう言えばいいかわからない。だからせめて、せめて一緒に悩もう。あいつのためにも。ごめん、みっともないとこ見せて。いいって。でもおかげで少し吹っ切れたわ。そっか。私ヒューゴを止めてみせる。やっぱり親だとは到底思えないけど、身内の不始末であることは確かだしね。こういう個人的な理由で戦うのってダメかな。そんなことはない。ルーティーはそれでいいと思う。ありがとう。みんなのところへ戻ろうか。なあルーティー、正義って何なんだろうな。はあ、やっぱりそこ行ったか。いいスタン、そういうことをあんまり深く考えるんじゃないの。あんた頭良くないんでしょ。自分でそう言ったんだから。俺なんだかわからなくなってきた。じゃあ聞くけど、あんた何のために戦ってるの？そんなの決まってるじゃないか。俺はソーディアンマスターだから、やらなくちゃいけないって思って。無理ね。あんたはそういう大義名分で力を出せるタイプじゃない。自分の身近な人とか大事な何かとか、そういうもののためにこそ頑張れる人間なの。そうなのかな。質問を変えるわ。あんたの目指してる理想って何？家族を幸せにしたい。だったらそれでいいじゃない。あんたの戦う理由なんてそれで十分。自分の手の届くところ以外に風呂敷広げても無駄。でもまったく。スタン、こっちを向きなさい。あんたが頑張らなくちゃいけないのは家族のためだけじゃないんだからね。あんたのそばには私たちもいる。そのことを忘れるんじゃないわよ。ルーティーたちが？そう、フィリアもウッドローもマリーもチェルシーもコングマンも、それに私も。あんたがしっかりしてくれないと困るの。私たちのことちゃんと守りなさい。あ、そうか。正しいとか正しくないとか、正義とかそうでないとか、そういうことより何より俺に必要なのは自分の大切な人を守る。そのために行動するってことか。やっと納得した。ありがとうルーティー。俺ようやく分かった気がする。そう、よかった。それにみんなが俺にとってどれだけ大切な存在かってことも、そんなみんなのためにもやらなくちゃいけないんだな。じゃあその大切な仲間のところに戻りましょう。もう平気よね？ああ。ルーティー、ほら偶然ね。寝てたんじゃなかったの？ここへ来れば会えると思った。へえ。あんたにしては随分頑張ったセリフね。まあギリギリ合格かな。何がだ？あんたの解消に関してよ。あんたさ、この戦い終わったらどうするつもり？また旅に出ようかと思ってる。俺にはまだまだ勉強が足りないからな。そっか。私たちもつくづく妙な因縁で結ばれてるわよね。そうかもしれないな。あんたさ、飛行竜の密航がバレて処刑されかかったことあったじゃない？古い話を持ち出すな。あの時は不意に何かが飛んできて助かったんだ。あれやったの私。そうだったのか。あんたがあんまり間抜けなもんでつい手助けしちゃったってわけ。じゃあルーティーは俺の命の恩人でもあるわけだ。思えばあの時から始まって今までいろいろなことがあったわよね。そうだな。本当に
いろいろなことが。でもそれも明日まで。あんたとの因縁も今度こそ最後。やっと先生するってものよ。ルーティー、あのさ、この戦いが終わったら俺と二人で旅をしないか。どうだ。あんた私のこと口説いてる。え、これってそういうことになるのか。俺はただルーティーにこれからもそばにいてほしいと思っただけで、同じところに立って同じ方向を見て同じように歩いていけたらいいなって。だからそういうのを世間じゃ口説くっていうのよ。そうなんだ、知らなかった。言った後でおたおたしないでよ。閉まらないわね。だけどそれがあんたらしさでもあるのかな。それで返事は聞きたい。もちろん。私の答えはね、うん、内緒。なんだそれ、ずるいぞ。私に答える義務はないもの。どうしようと勝手でしょ。それはそうだけど。まあ保留ってことにしとくわ。無事に帰ってきたら言うから。拗ねた。拗ねてないよ。たく仕方ないわね。いい、明日は勝つだけじゃダメなの。そんなのは当然のことだから。勝って生きて帰ってくるの、みんな一緒に。分かった。私の返事聞きたいんでしょ。だったら何が何でも生き抜くのよ。ルーティーこそそこまで言ったからには絶対だぞ。当たり前でしょ。この私を殺されたって死ぬもんですか。約束しよう。え、約束よ。今のところはこんな感じかな。そうだな。後の楽しみもできたってことで、みんなのところを戻ろうか。みんなって？きっと酒場にでも集まってるわ。こういう時って眠れないもんだしね。ルーティー来てないか。誰を探しているのかな、スタン君。いや、ルーティーいるかなって。でもきっと来ないですね。どうしてそう思うんですか。だって1年前もいつの間にかいなくなってたし、あの返事だって結局うやむやだもんな。それで？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 なんだなんだ？みんなして何か企んでるみたいな。それで？結局何よ？ルーティー。どこから出てくるんだよ。どこからでもいいでしょ。まったく、あんたも情けないわね。なんで私が来ないって決めつけるわけ。それって私に失礼じゃない。あんないなくなり方したら誰だってそう思うよ。私にも都合ってもんがあんのよ。せっかく準備してきたってのに。え、それってというわけで1年前の返事今からするわね。お集まりの皆さん、私ルーティーカトレットと横にいるスタン・エルロンは今日から一緒に旅に出ることになりました。この先どうなるか分かりませんが、今後ともよろしくお願いします。ほらスタン、あんたも挨拶。え、あ、そのどうも。頑張ってくださいねスタンさん、ルーティーさん。君たちの活躍を楽しみにしているよ。元気でな。困ったことがあれば俺様のところへ来い。ま、すべからくタイミングさ。お二人ともお似合いですよ。いや、これはそのなんていうか、まあ